バネバーブッシュバニーバーブッシュはアメリカの技術者、科学技術管理者、アナログコンピュータの研究者、情報検索システム構想、メメックス提唱者、MIT 副学長、また原子爆弾計画の推進者として知られる。メメックスは情報検索システムとして後に登場するパーソナルコンピュータやコンピュータのユーザーインターフェース。 ウェブブラウザなどで広く利用されているハイパーテキストの概念に大きな影響を与えた。1930年代、彼はメメックスと呼ぶ概念を発表した。これはマイクロフィルムを使った機器を想定したもので、彼の持つ本もレコードもすべて内蔵し、通信機能を有し、高速性と柔軟性を備えた機械である。メメックスはブッシュが情報工学に疎かったせいもあってそのまま。 実現するのは困難である。また、ブッシュはその方面の従来のシステムについて調べようともしていない。彼は1938年にレナード・タウンゼンドが提案したマイクロフィルムベースのワークステーションについても知らなかったし、1931年にエマヌエル・ゴルトベルクが特許を取得したマイクロフィルムと電子工学を元にしたセレクターについても知らなかったと思われる。彼は 人文科学や社会科学を軽蔑しており、彼の考えを宣伝させる助けをしてくれるかもしれない、図書館員と話すことも忌避したという。しかし、それでもメメックスは重要な業績である。というのも、これが現代のハイパーテキスト技術の開発に直接影響を与えているからであり、しかも今我々が目にしているウィキペディアを連想するような言葉も残している。 記憶を増加させることの可能性について数年間考えたブッシュは1945年7月のアトランティック・マンスリー誌にアズウィメイシンクという論文を発表した。この論文でブッシュは全く新しい形の百科辞典が出てくるだろう。項目同士が網の目のように関連付けられていて MEMEX メメに入れることによってさらに威力を発揮するだろうと予言している。 数ヶ月後、ライフ氏は、アズ・ウィー・メイ・シンクの要約版を掲載し、そこに、メメックスの予想図も載せた。このバージョンが後に、テッド・ネルソンやダグラス・エンゲルバートに読まれ、ハイパーテキストと呼ばれるアイデアを生み出させる、触媒として働いた。バネバー・ブッシュの名前は、不名誉な人名由来語となっている。バネバーは、彼の技術への過信を表す言葉となった。彼は、 核兵器が ICBM のようなミサイルの弾頭に収まるほど小さくなることはあり得ないと断言したことがある。また、電子頭脳のサイズに関して、エンパイアステートビルディングの大きさで冷却装置がナいアがら滝ほどにもなると予言したこともあるが、これを比喩と捉えれば、例えば Google の全部の Linux サーバーを集めればその程度のサイズになるかもしれない。バネバー、ありがとうございます。